ニュースポストセブンです。6月19日の能登地方地震を的中させた村井俊二東大名誉教授、村井氏が主催するメガ地震予測は石川県に引き続き注意を促しています。村井氏は3ヶ月くらい前まで石川県、富山県、福井県の北陸3県は全体的に沈降していたが、能登半島の先端付近だけは隆起し続けていた。そのため能登半島先端の周辺の地表は不安定な状態でした。現在も隆起傾向は持続しているため、今後1ヶ月くらいは中小の地震が続く可能性はありますと指摘しています。ニュースポストセブン。